メーターがちらついてスピードがまともに見られないかも。鈴木の彼方、こんにちは。自動車整備資格保持、 YouTube で一番リコールの解説をしている鈴木の彼方です。今回は4月の13日に日産さんのアリアからリコールが出ていますので、こちらについて解説を行っていきます。本動画はあまり車のことがわからないという方、つまり一般的なドライバーを対象に作成しています。内容がわかりやすいと思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。YouTube くんがより多くの人に拡散してくれるようになりますんでね。それでは解説に移っていきます。まずは不具合内容です。今回問題なのはタコメーターのプログラム。昔は針がどれだけ傾いているかでスピードを読み取っていたのですが、最近の車にはタコメーターが電子表示になっているものが多いです。パッと見てスピードや警告灯内容が分かりやすいんで、個人的にはこの電子表示の方が好きですね。さて、昔のアナログ式とデジタル式の違いは、システムが複雑になっているということ。システムが複雑ということは間違いが起きやすいということですね。今回このタコメーターを動かすプログラムにバグがあり、ちゃんとデータを読み込めないことがあるとのこと。そうするとメーターがついたり消えたりを繰り返し、スピードや警告灯が読み込めなくなって、非常に危険なので今回のリコールになっています。改善内容はこのダメなプログラムのアップデートですね。対象車種は日産さんのアリア。2022年2月18日から2022年9月9日までに製造された709台が対象となっています。今回の解説いかがだったでしょうか。スピードが読めないといつの間にか速度違反になるかもしれません。さほど作業時間はかからないはずなので、必ず修理に出してくださいね。今回の解説はこちらで以上になります。繰り返しになりますが、分かりやすいと思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。さて、次回は松田さんのサービスキャンペーンについての解説になります。ご視聴いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。